はい、こんにちは。2019年3月の5日、11時48分です。よろしくお願いします。ちょっと1時間ぐらいまったり雑談したいと思うんで、よろしくお願いします。はい、わず1号さんいらっしゃい。はい、わず2号さんいらっしゃい。声ね、カラオケ2日前ぐらいに行って、でもう7時間ぐらい大熱唱して、で声ガラガラになったね。喉痛くはないんだけど、ちょっと枯れてますね。カラオケ。なんか別に喉痛いとかはないんだけど、さすがに X とか歌ったりとかいろいろ歌ったから声変なのね。もう声高いのすげえ嫌なんだよね。自分の声がコンプレックスなんだよね。いや、もうつけ麺食ったね。寝てない。今日は寝ないつもりで、今日稼ぎたかったからずっと放送つけてるね。とりあえず200万で映画できますか？収益の30%でダメですか？200万じゃ映画はできないんで、一応一口10万で、スポンサーは募集してますね。はい、わずつ。ん？何が？いや、もうさっき騙されたからさ。疲れちゃってさ。もうなんか、人間不信になれそうだよね。いや、映画出資しますって言って、すげえ騙されて、人間不信状態だわ。人間不信です、僕は。嘘だったね。銀行、いや、銀行は行ってないよ。銀行は行ってない。いや、スポンサーはずっと募集しないといけないからね。すごい大事な仕事だから。繰り返すも何も、真面目にやってるからね。いや、めっちゃ悲しいよ。繰り返すも何も、別に、映画のスポンサー見つけないと。ダメじゃん。映画撮れねえじゃん。映画撮れるまで頑張るよ。
銀行に確認、いや、ネットで確認したよ。ネットで確認したよ。電話をした人が2人いて、メールだけの人が1人。どれさんかな？走ってないよ。休んでる。あ、でもそろそろ本当に走らないとなとは思ってるけど、今日もね、スケジュールあって、ちょっと1時間後に移動しないといけないから、今日は走れないかな。もう正直ね、バッタバタで、全然トレーニングできてないね。いや、ひどいよね、本当にね。悲しいよね。まあ、しょうがないけど。なんで騙すっていうか、嘘をつくんだろうね。疲れた。お疲れ。支援来るわけねえだろってなんで決めつけんの？全然俺アイテムとか支援で生きてんだけど、決めつけよくないよ。決めつけはダメだよ。過大評価っていうか、俺別に過大評価なんかしてないよ、自分のこと。ポンコツの中卒だよ。そいつもいつか誰かに騙されるよ。もしかしたら騙された人なのかもしれないよね。雰囲気いい？いや、いつもと同じアングルだけど、今日は太陽光が強いからっていう感じじゃないかな。あとライトをつけてないから、直射日光のライトだね。需要ねえなら見なきゃいいじゃん。詐欺時代って何？クソつまんねえな。ちょっと面白いこと言えよ。このアングル、いや、アングルはいつも通りだよ。アングルはいつもと変わんないね。はい、ワード2、おはよう。突っかかってくるのが面白いの、お前だけだかんなよ。周りは不快だからやめた方がいいよ、本当に。出かけてくれよ、行ってらっしゃい。詐欺の手引きして捕まった時の話聞かせて。ああ、まあ俺社長やってて、で19ぐらいから自営業やってたので、周りで同級生で独立してなんかやってるやつらとかいなくて、でいくつぐらいの時かな、まあ、23ぐらいになると、そろそろ周りとかも独立とかし始めて、あ、いいや、もう話する気なくなった。ロアコさん見てっかな？ロアコさん、天国で見てるかな？どうなんだろうね。ニコニコ笑ってるかもしんないね。話し方かっこよくないよ、全然。全然かっこよくない。自分の声嫌いなんだよね。あ、ありがとう。気遣ってくれてありがとう。19号さんありがとう。いや、ロアゴさん最高だったよね、本当に。ロアゴさんの遺言だけど、よく言ってたよ。僕は寂しかった、孤独だったって。でもリスナーさんとか、みどりさんとかに会えて本当に嬉しいって。寂しくなくなったって。みんなありがとうってよく言った。ああ、コラボしたいね。私、ワドさんの声大好き。ありがとう。
強くて女にもって頭もいい。まあ頭はいいよね。強いっていうところに、なんか俺あんまり惹かれないんだけど、なんかそう、肉体的な強さとか足が速いとか、多分俺が運動神経悪いからコンプレックスなのかもしれないけど、ドレさんの知的なところすごい好きだね。あと、それを、なんだろう、まあ暴力も振るわないし、なんていうのかな。やっぱ強い人って、なんだろう、マウント取らねえよな。で、なんだろう、それは知的なところもそうで、なんかユダヤ人の言葉の中に、自分より賢い人がいたら口を閉じろっていう言葉があって、で、自分は頭がいいっていうアピールをしないんだよね。もっとドレさんはもっとしてもいいんじゃないかなと思うけど、英語も喋れて他の言葉も喋れてって、俺だったら絶対自慢しちゃうけどね。俺は学歴にコンプレックスがあるから。でも、なんだろう。本当は、なんかいろんなこと知ってるんだけど、知らないふりするって。まあ、ノーアルタコは爪を隠すじゃないけどね。さ、なんかさ、別にドレさんのことについてなんじゃないんだけど、15号さんさ、オワコンとかさ、てめえがどんな生き方してるか知らないけどさ、お前どんな生き方してんの ?15 号。別にドレさんのことフォローするとかじゃなくて、なんか、こんな真っ昼間の12時に俺の放送を見てるぐらい暇なやつで、で、中卒の放送なわけじゃん。で、そんなやつの放送を見てて、なんかこうグダ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 やってんのに他人のことこき下ろすような生き方してんの?お前、15号。恥ずかしくねえの?それを書いてて。マジで、俺は確かにバカでクズでどうしようもないかもしんないけど、それをこの時間に見てて人のことこき下ろしてるって相当恥ずかしいことやってるぞ。まあ俺より頭良くて俺より収入があって、まあいい女がいて車を持ってて、社会的信用あるのかもしんないけど、お前がやってること相当恥ずかしいことだよ。少なくとも俺もクズだし、俺も中卒だけど、人のことこき下ろす生き方はやめようぜ。ダセえよ、それ。マドウの演技力すごい。ああ、意外と演技派かもしんないマドウさん声好き。ああ、俺ね、ダメなんだよね。自分の声嫌いなんだよね。コンプレックスだね。まあまあ、今はあんまり気にしないけど、もうしょうがないから、声は変えらんないから。ランハゲさんがすげえいい声してんだよね。ランハゲさんの声好きだね。いや、正直でいいんじゃないの。正直なことってすごく大事で、正直なことと誠実なことって何が大事かっていうと、自分の課題点を自分で問題意識を持つことじゃん。ありのままの自分を受け入れて、ダメなところもいいところも、で、その上でどうやって切り開いていくかとか、どこを直していくか、どこを伸ばしていくかって問題だから、なんだろう、やっぱりね、大きく見せようとしてるやつとか、取り繕おうとしてるやつって、ろくでもないんだよ、やっぱり。実力に見合わないっていうか。だから、言葉につられて人が集まってきたり、見せ金で、つられて人が集まってきたとしても、結局、実力がないと人が離れるんだよね。だからそれだったら何て言うんだろう、自分のダメなところもいいところも認めて、でもその中でも中卒でも絶対その人が体験してないようなキラキラしたことっていうのは絶対持ってて、20年30年40年って言ったら絶対持ってるんだよ。でそこを正直に話すことっていうのが俺は一番重要で、なんか体験とか体感って嘘つかないから、人の心を打つんだよね、リアリティのある言葉っていうのは。だからなんか、ありのままの自分さらけ出してるやつの方がすげえかっこいいと思うけどね。まあ、その上でだよ。その上で絶対にこれは許せねえと思うんだったらディスればいいと思うけど、いや、それ間違ってるでしょ、正々堂々言えばいいと思うけど、自分の生き方があって、信念があって。信念がなくて、誰かをこき下ろしてるやつは、弱いやつだよ。俺はそう思うね。パトロンダメだったね。ランさんすげえいい声だね。ランさんすげえいい声。
なんかどんなにダサくてもいいから生き様で語れよっていうふうに思うけどね。言葉なんかどうとでも言えるし、どうとでも嘘つけるから、なんかその嘘ばっかついてると自分のこと嫌いになるよ。ダサくてもいいから自分の生き様で語った方がかっこいいよ。どうせ人間なんか大したことないんだから、大したことねえやつらがどんぐりの背比べしてるだけなんだから。もうくだらねえよ本当に。マウンティングとかさ、なんだろう、俺の方がすげえ、お前は右だ、俺は左だ、いやお前は左だ、俺は右だ、俺の方が高い、お前は低い、俺の方が上だ、お前は下だ、俺の方が年齢が上だ、下だ、俺の方が収入が多い、お前は少ない。聞いててイライラしない？本当に。すげえくだらねえとか思ってて。バカバカしいよ、本当に。他でやれよ。他でやれよ。気持ち悪い。そういうところじゃないから。俺別に閲覧なんかいらねえから。俺は言い聞かせてるね。そういう人間になりたくないから。いや、すげえやつはすごいよ。すげえやつは普通にすごいし、ダセえやつはダセえよ。いや、所詮人間同士のくだらねえ争いだから。ああ、そうだね。深い色になっていくといいな。黒ずんでいってね。深い色になると嬉しいね。あのカバンが。俺、閲覧求めてやってないもん。人数が、どんだけくだらねえ人数がどんだけ集まっても、何にも面白くないもん。量じゃないよ、質だよ。俺はそう思う。ダセえやつが何人集まってもダサい。俺、お前らと慣れ合う気もないし、つるむ気もないから。俺は集めてないよ。お前らが勝手に選んでるんだよ。俺が頭下げたか、お前に。25号。俺の枠にどうか来てくださいって頭下げたか。お前が選んだことだろ。人のせいにしてる暇なんかねえよ。自分で決めたことも人のせいか。俺、お前に頭下げたことなんか一回もないよ。お前が自分の意思でここに来たんだよ。かわいい。かわいい。かわいいだって。言われたことないよ、かわいいって。ヘッドホンで、リスナーさんが聞こうと、モニタリングって言って、ボリュームがでかいとか、こういう、これだと聞きづらいとか、こういう、音の調整だったりとか、だからリスナーさんにどう音が聞こえてるかっていうのを聞いてるね。赤ちゃん欲しいんだ。女の人はね、言うよね、子供が欲しいとか赤ちゃんとかね。母性ってやつか。俺タバコももう吸ったの。やべえよ。今日3箱ぐらい吸ってねえか。自分の声聞こえてるよ。聞こえてないとボリュームが調整できないから。聞こえてる聞こえてる。タバコ吸いすぎだな。あ、違うか、入れ替えたのか俺今。あ、入れ替えたんだ。
いや、話伝えるの上手かったらこんなことになってないよ。下手だよ。っていうかね、言葉じゃないよ、やっぱり。言葉は不完全だよ。相手ももらってない。自分の金でタバコ吸ってんだからいいじゃん。お前に迷惑かけたか。ありがとう、バカありがとう。いいんだよ、俺は。いつ死んでもいいから。別になんかやり残したこととかあんまりないし、やりたいこと毎日やってるから、別に俺いつ死んでもいいと思ってるもん。あ、ありがとうね。確認したわ。いつもありがとう。ありがとうね。いや、年齢が高くなってんじゃないの。本来、その20代とか10代とかで子供を産んでたのが、女性が自立して、男性の収入とかに頼らなくても生きていけるようになったから、30とかで子供を産もうとする人が多いんだと思うよ。1日2箱ぐらい吸ってるな。俺、中二病だよ。手頃で一生するのが残ってる。いや、あんまりこだわってないかな、そこは。正直なんか優先順位はすげえ低いね。タバコうまいけど半年禁煙？禁煙してんの？正直言うと、そんなに優先順位は高くないかな。今、映画のこととシルバーのことと、男官塾のことと、まあ、仕事のこととか頭いっぱいだから、もう正直言うとそれどころじゃねえな。いや、俺はいつ死んでも構わない生き方をしてるから。好きなようにやるっていうか、やりたいことやってるから。あ、わかんない。AF ちゃんお金持ちかどうかわかんないね。どうなんだろう。夜寝てないよ、今日は。負けていいやとは思ってないけど、正直優先順位は高くない。負けていいやとは思ってないよ。そうそう、楽しくやることが重要だね。ああ、どうもどうも。46号さんいらっしゃい。こんにちは。これから2、3時間したら眠くなるかもしんないね。パソコン欲しいね。買いたいね。手に職って感じじゃないな。なんか、多分儲かんないと思うよ。わかんない。何が当たるかわかんないけど。シルバー作りたいなっていうのは昔から思ってたから。すげえ楽しいね。自分が、こう手掛けたものが製品になるっていうか、作品になるっていうか、ものとしてこの世にこう生まれるっていうのはすげえいい感覚だよね。正直早くつけたいなっていつも思ってるね。早く身につけてえなーと。それは思ってるかな。ああ、なんでやめた？めんどくさいからな。完成はもう少しだね。まだ完成はしてない。今、ゴム型っていうのを切ってるね。ゴムを硬化させてるから。手元に今、製品はないね。趣味っていうのもないんだよね、別に。やりたいことを全部やってるだけで、趣味と仕事って切り分けてる感覚がない。なんか生産性が悪いっていうか、趣味と仕事って分けると、いや別にやることで稼ぐっていうか、やりたいことだけやってそれで稼げばいいんじゃないと思ってるから、まあ、言っちゃえば全部仕事だし、言っちゃえば全部趣味だし、あんま趣味と仕事っていう概念作る必要ないと思ってて、器用かもね。ねえ、完成品見たい、すぐ。
ていうか身につけたいね。なんか趣味仕事ってすげえなんか二元論で考えるってすげえなんかしっくりこない。ミニ四駆捨ててない。だミニ四駆あんまグッとこねえな。ミニ四駆あんまグッとこないね。コーヒー買ってくるわ。ただいま。キピー。うわーすげー、誰だ。おー、なんだこれ。お茶箱ありがとうございます。お茶箱100ありがとう、ありがとう。うわー、お茶箱2発目ありがとう。誰誰誰誰。お茶爆2発目ありがとう。お茶爆3発目ありがとう。ありがとうございます、匿名さん。なんだ今日、なんだ今日。今日お茶爆何個もらってんだ。どうしたの。無理しないでくださいね。ありがとうございます。お茶爆3発いただきました。ありがとうございます。なんだ今日、すげえな。ありがとうございます。無理しないでくださいね。すげえ、たくさんありがとう。なんだ今日すげえな。いや、お茶箱今日だけですげえもらってんだけど、ありがとうございます。どういうこと。ああ、ありがとう、お茶箱ありがとう。なんすげえな、なんかありがとうございます。なんだツイキャス、なんかすごいことになってきたな。しかも匿名で、あのふわっちってさ、あの匿名で投げてもあの分かんないじゃん。あの誰が投げてるか分かるじゃん。だけど面白いのがツイキャスって匿名で投げたら本当に誰が投げたのか分かんないの。本当の匿名性なの。すげえな。
なんか申し訳ないよね。なんか俺が言えねえから。ありがとうございます。無理なさらないでください。いや、あんま身体的なことはいいんじゃないの？俺、ツバニャンのこと好きじゃないけど、正直言って。性格嫌いだけど、なんか、いいんじゃないの、別に。俺だって別に、チンコ小さいし、目酔ってるし、ほっぺたぷっくりしてるし、しまった体してないし。いやー、ありがたいよ、ほんと。すげえ。世の中にはね、すごい人がいるもんだ、お金持ちが。なかなかね、会ったこともない人にお金をね、投げるってできないよ。すごいよ。お茶爆100は1000円。俺に入ってくるの700円、7割還元だけど。見えない誰かが、見えない誰かが俺を生かそうとしてる。すごくね。会ったこともない、見たこともない人が俺に生かそうとしてる。ああ、面白かった。あ、見てたの？ あ、見てたんだ。いや、わかんない。ソソが投げたのかどうかもわかんないんだよ。7割還元。ああ、まあだから、ほら、それでツイキャスがあれを始めたの。一時期ツイキャス、あ、じゃあ、一時期ふわっちの配信者ツイキャスに戻ったじゃん。それって花火師も全員7割還元だから戻ったんだけど。で、ふわっちが始めたキャンペーンがリスワンプレミアムって、200万還元するって言って。それでふわっちが巻き返した流れなんだよね。50号さんが投げてくれたの？ありがとう。ツイキャスはわかんない。お金下ろしたことないんだよね、俺。いや、俺は過疎だよ。あ、英語禁止のやつね。あれ、でも企画として、まあなんだろう。合コンのノリだけどさ、面白かったよね。なんか、いいメンバーで。アメ人がちょっとね、なんか、なんかこう、ちょっと笑いを取りに行くんじゃなくて、マサヤンとかアイラとか明らかに笑いを取りに行ってたじゃん。まあ、ラークさんはキャラだけど、でもアメ人が普通にゲームに勝とうとしてたの、ちょっと引いたね。普通にゲームを勝とうとして、普通にリスナーさんの笑いを取りに行かないっていう、嘘だろっていう。あ、そうそう、ありがとう、コンティニューバック。ありがとう。嘘だろって思ったよね。そこは配信者として見られてるっていう感覚ねえんだと思って。その天然プリンちょっと面白かった。アメジンらしさっていうか、まあ普通に面白かったけど。たこ焼き、あ、料理配信は需要あるよね、やっぱ。飯を食わない人はいないから。飯を食わない人がさ、いないからさ。いや、俺、なんだろう、うざいけど、なんだろう、なんだろう、いや、面白かったけどね、もうちょい広げてもよかったんじゃないかなとか思ったけど、だからよっさんの件が気になった、よっさんの件でってずっと言おうとしてて、あそこもうちょい広げてあげてもいいんじゃねえのかなと思ったけど、アイラはアイラで、やっぱ自分の企画だから、イラッとしてたよね。いや、アドバイスとかいいよ。なんか、ボクシングでも、シルバーでも何でもそうなんだけど、俺がやることにいちいち上から言わなくていいよ。何々した方がいいとか。求めてるアドバイスだったら受け入れるけど、俺別に会ったことも見たこともない人で、どこの誰だかも知らなくて、どんな経歴だったのかもわかんない人に、なんか言われるような生き方したくないから。あなたが誰だかわかんないから、俺が求めてないアドバイスとかいらないね。まあ、すまんって言ってくれたらいいんだけど、俺がなんか求めた時に何か手伝ってくれたりとか、アドバイスしてくれる人は欲しいかな。でもまあ別にね、求めてもないのに急に言われてもね。アイラの、いわゆる、だからアイラうまいよね、そういうところ。いや、アイラはトークうまいんだよ、そう。祝いの席だよとか言って、何の祝いっていうさ、ボケもできて、ツッコミもできるから、そう。アイラはまあ、色恋で、ね、稼いでるっていう、ホスト系って思われてるけど、実は喋れるんだよね。なんで、あなたにどうやかく言われないといけないの？
俺にも都合があるし、のりこにも都合があるし、あなたに決められたくない俺の人生を。お、エクスパンドいらっしゃい。豚食べるの？俺豚食べるよ。お、猫の目お疲れ。今日も頑張ってる？コンティニューバカありがとう。そうそう、ありがとう。あ、コンティニューコイン足んねえな。まあ、今日結構放送してっかな。ナマコは食うんじゃないの？ナマコ食うエリアあるよ。ナマコ食うでしょ、全然。あれらも営業使って金杯暴露してた。2人の配信が好きだった。ああ、まあそう言ってくれんだったらあれだけど、全然ごめんねって、ごめんねって言えるけど、より戻せとか命令系で言われたらな。コンティニューバカありがとう。ありがとう、ありがとう。マレルボーンもありがとう。そう、なんか言い方をさ、コメントだからって言って、なんか人として扱わない言葉遣いになる人って結構いるんだよ。酒飲んでんのか、態度でかくなってんのか、わかんねえけど、なんか俺も人間だし、なんか言い方ってあんじゃねえのっていう、ていうのは思うよね。なんか俺もリスナーさんすげえ大事だし、何でも言える仲になりたいから、何でも言える関係と、何でも言えるっていう関係と、何でも言っていいは別だからね。何でも言っていいっていうのはデリカシーないよ。それお前の都合だろうっていう。そう、人間関係はやっぱり、その、何でも言える関係を作れてからだから、と俺は思うよ。ありがとう。コンティニューコインありがとう。睡眠時間超長いね。ロングスリーパーで。俺がね、その働かないって言ってる、結構根本になってる部分で、昔すげえ悩んだの。その寝坊しちゃうことに。すっげえ遅刻魔なの。で、真面目に働くんだけど、やっぱそれじゃ、サラリーマンとか、アルバイトとかできなくて、仕事できるのに寝坊しちゃうっていう、もう本当にひどいんだよ。それで、自由な生き方しないとダメだっていうのはあったね。今は悩んでないけど、ちゃんとその自分が寝坊するっていうことを職場にも伝えるし、そう。だから、そうじゃ、それでも使い物にならないんだったら雇わないでくれっていうことを常に言ってて、必ず言うね。そう。もうこれは俺のそういう生き方だからっていう、その生き方、ルールの方を変えたの。要は社会がルールを作ってるんじゃなくて、自分がルールにのっとってやったらすごく楽になったね。いやー、やだよ、29号さん。ニコ生っぽいかもしんないけど。俺はそういうニコ生のディスコミュニケーションみたいな文化っていうのは、なんでニコ生が滅んだかっていうのはそこにあると思ってんのね。なんでニコ生がダメになったかって。で、ニコ生が盛り上がってた頃っていうのはディスコミュニケーションメインじゃなかったからね。っていうかね、これもうほんと口を酸っぱくして言ってるんだけど、はい、わたつです。ネットってもともと慣れ合いの場所だから。オタクたちとか、フィギュアが好きな人とか、写真が好きな人とか、特定の好きなオタクたちが集まって、キャッキャキャッキャチクり合って和気あいあいとやってたサークルだったの。好きな人が集まって。今ね、何でもかんでもぶったたく命令口調。そのニコ生の悪いところの文化なんだよ、そこって。2チャンネルので、2チャンネルってそういう人たちだってみんな思い込んでるけど、もともと違かったの。まあ、ドレさんとか昔の2チャンネラーだからよくわかってるけど、昔は好きなコミュニティだったんだよ。それぞれの板があってさ。だから俺は、そこは勘違いすんなよっていう、なんつうの、スマホから始めたネット民たちが勘違いしてて。それは違うでしょうっていう。はい、こんにちは。まあだから俺は俺で俺の生き方をすごく考えてきたのね。やっぱり普通じゃないっていう。既製品として生まれなかった。人間として普通として生まれなかった。要は俺なんかそのバグなんだよ。
アスペルガー症候群とか ADHD だとかなんだかんだとかっていうのは、要はそのまあメンヘラたちだよね。ここに集まってくるメンヘラたちは、その理論的には分かんないかもしれないけど、すごくストレスを抱えてたり、すごく悩んでたりするって。それは何なのかっていうと、規格外品だからだよね。工場で作られた人間っていう製品の中でパーツが足りない。それがその逃げ道にとかどうのこうのとか言う人いる。それも俺は頭にくんだよ。例えばね、鬱は甘えだっていう年寄りが未だにいるんだよ。バカかと。お前21世紀で2019年でこんだけ鬱病で自殺までしちゃう人が世の中にいるんだよ。自ら自分で命を閉ざしちゃう人がいて、もう医学的にも完全に病名まであって、完全にね、病気だっていう判断をされてんの。統合失調症だから、うつ病とか。それを精神論でどうにかしようってバカでしょ。それさ、何言ってるかっていうと、交通事故で腕が取れた時に気合い入れたら腕が生えてくるって言ってんだよ。もうバカすぎるわと思って。で、そういうことを言うやつがうつのやつを苦しめたりしてんのよ。発達障害のやつを苦しめてんのよ。発達障害は病気じゃないとか言ってるバカとかもいるの。もういい加減に頭空いてんだろうって。根性論でどうにかなる時代じゃないんだよっていう。そう、鬱が甘えなわけがないんだよ、医学的にも。で、そういう論調を認めたらダメなんだよ。俺はそれは強く言うよ。その病気を擁護するとか肯定するっていう考え方ではなくて、どう考えても医学的にも何にしろ現代社会で受け入れちゃいけない論理なんだよ、精神論では。もちろんその精神的な部分、うつ状態ならあるよ。人は落ち込む時があるから、励ます意味で元気出そうっていう言葉はいいと思うの。ただね、うつにもなったことなくてね、ずうずうしい生き方をしてる人間がね、そう、要はね、落ち込まないっていうの、サイコパスなんだよ、そういう人間っていうのは。自分に病気だっていう自覚がないんだよ。繊細な人たちをそうやってね、言葉の暴力で貶めるようなやつは、俺は肯定できないね。俺は嫌いだね、その論調っていうのは。精神論で何でも片付けるっていう。俺はまあ別に自分の鬱は軽くなってるから、あんまりそこに対してのコンプレックスはないけど。でもなんか、その鬱で苦しんでる人との気持ちはすごくわかるから、布団から出たい、働きたいって、もっとニコニコしたい、でもうまく笑えないって、足音が怖いって、ピンポンが怖い、物音に怯えるって、被害妄想がどんどん出てくるって、それすごくわかるよ。人混みの中で息苦しくなって、心臓がパクパク動いて、頭がパニックになっていくこと、俺には分かるもん。自分でどうにかし、ね、できなくて困ってるんだもん。そう、その時に手差し伸べないでさ、そこまで困ってるのに赤の他人がなんでそいつを傷つける権利があるんだよ。なんでそいつを追い込む権利があるんだよ。おかしいだろ。と思いません？俺はそう思うよ。痛みが分かんねえんだったら黙ってろよっていう。関係ねえんだから。苦しんでるやつを追い込むなよっていう。っていうか、そういうやつがそいつらを苦しめてんだよ。だからもっと、だから俺は鬱の人に言うのは、絶対使っちゃいけない言葉っていうのは、頑張れって言葉だよね。俺はうつ病の人は頑張りすぎてるからうつになってると思ってんの。人よりもプレッシャーがあるから、責任感があるから、しっかりやらないとっていうので壊れちゃったんだよ。だから俺は逆にうつとかで困ってる人とか、真面目な人がうつになるわけ。チャランポランな生き方してるやつはうつなんかならないんだよ。そう、うつになってるやつには言うの。頑張らなくていいよって。もっと適当に力抜いていいよって。ねえ、デリカシーのない人嫌だよね。もっと肩の力抜いていいよって。なんくるないさーだよ、沖縄の言葉で言ったら。なんくるないさーって。そう、散々頑張って、頑張りすぎて、そう、自分の許容オーバーなことを押し付けられて、もしくは自分で抱え込んじゃって鬱になるからね。それを周りが止めなきゃいけなかったのに、周りが止めなかったんだよ。だから頑張らなくていいよっていうやつが必要なんだよ。そう、潰れちゃったんだよね。でももちろん何年も鬱っていうのは、
やっぱり乗り越えなければいけないと思うよ。俺もそう思ってるし、そうなってほしいしね、うん、社会に出たりとか趣味を見つけたりとか生きる場所を見つけたりとか笑える場所を見つけたりとかするのがやっぱりそうだから、そういうなんか、まあ、本人もそう思ってるだろうし、うん、そうなってほしいとは思うね。お金入ってないね。なんで沖縄の言葉を使って言う必要があるの？俺が好きな言葉を使ったらダメなんですか？僕半分沖縄の血が入ってるんですけど、ばあちゃんに育てられて母ちゃんも沖縄で、で僕が沖縄の言葉を使ったらいけないんですか？71号さん、なんすか、うん、自分のルーツの言葉なんですけど、僕はこっちで生まれましたけど、ばあちゃんは与那国ですけど、そのばあちゃんに育てられてそういう言葉を教えられて僕が使うのは変ですか？おかしいですか？何がおかしいのか言ってください。沖縄の人顔濃いね、うん、沖縄の人はすごい顔濃いね、うん、そうだね、母方が沖縄だからね、ゴリッゴリの。いや沖縄絶対住みたくない沖縄すごい好きなんだけど、あそこは楽園で、なんていうのかな、暑いところ嫌いなんだよね俺いやいいんだよ、女の子かわいい、あの優しいし働かねえし、男は海は綺麗で空も綺麗で、暑いし飯がまずいから遊びに行く場所だと思ってて、なんかあれは俺東京ディズニーランドみたいなもんだと思ってんの。なんかそのルールが違くて、あそこは住む場所じゃなくて、独特だからね沖縄って、結構差別的だったりするしね、うん、いやーうちのばあちゃんもう豪快どころじゃないよ本当に、とんでもねえよ。やっぱ戦争をくぐり抜けたっていうのと、なんかあの本当ね、本書いた方がいいと思うもん、ばあちゃんの人生は。そのね、お父さんが船持ってて漁師やってて、でっかい船持ってて、で日本の戦争で徴収されて、その貨物日本軍のなんつう輸送船になって、で爆撃されて父ちゃん死んだでしょ。でお兄さん2人いたんだけど、チラン特攻隊で亡くなったでしょ。いや神風ね、神風の船版、人間魚雷があるんだけど、知らんでやったでしょ。で女でもう母ちゃん病弱でしょ。でばあちゃん一人で食わせるんだよ、女中学3年生のばあちゃんが家族女4人をどうやって食わせるかっていうサバイバルが始まるんだよ。そっからで何やるかっていうと、密貿易やんだよ台湾で。すごいよねすごいよね、ほんと。あるあるある、具志堅とか、与那覇とかもあるね。与那覇とか。まあまあ、ね、金城とかも多いし。うん。え、回転はチランじゃないの？回転はチランじゃないの？回転はチランじゃなかった？回転ってどこ？読めねえわ、読めねえわ50号さん。いや沖縄いいよ、あの南の方の島の人はね、やっぱね、あの仕事やってないっす、僕遊んでるだけっす仕事辞めたんだ、うん、チランがゼロ戦か、間違えてるか、回転は沖縄で合ってんのかな、まあ、回転でやられてんのは回転でやられてんだよ。そうチランはゼロ戦か、うん、いやだからもう本当にサバイバルだね、肝っ玉の座り方が全然違うの、あの全然動揺しないし、肝が座ってて 頭も回るし、頭がいいとかじゃなくて知恵が回る、うん、そう、うん、やっぱすごいよね、あの戦争
やっぱあの白兵戦を体験してる生き残った人だから、やっぱ人生観が全然違うんだよね。知覧は鹿児島だね。あ、そっか、鹿児島か。私、高濃度苦しんでる。ああ、自閉症にしかならない。いいじゃん。俺も自閉症だよ。あ、自閉症スペクトラム障害だから。あはは、いや、素敵じゃないですよ。クズっすよ。愛子ちゃんね。あ、愛子ちゃんの見たよ。霊に取りつかれたっつって。視覚が壊れそう。ああ、いいんじゃない。もともと壊れてるのに壊れてないふりしてるだけだから、まともなやつらは。まともだって言ってたり、普通だって言ってるやつは、ぶっ壊れてるくせにぶっ壊れてねえふりしてるやつだと俺は思ってるから。アスペルガー症候群っていう発達障害って、実はもう存在しない病名なの。アスペって名前は有名でしょ？ネットだと。で、旧アスペルガー症候群って言い方をしてて、実はアスペルガー症候群って呼ばれてるものは自閉症の一種だっていうことに医学で分かった。要は自閉症の定義っていうのは、知能指数が低いことと自閉的な傾向があるっていう2つが組み合わさると自閉症だと。だから知的障害を伴ってるっていうのが昔の条件だったの。で、IQ に関係なく自閉症を伴ってるケースっていうのがアスペルガー症候群だっていうふうに、精神医学では今結論付けてるの。だから自閉なの、簡単に言うと。IQ が普通で自閉なの。適当なことは言ってないです。自閉症スペクトラム障害の中に、カナー症候群、自閉症、アスペルガー症候群っていう、その分類があるの。知能指数の、軸と、ね、自閉度の軸があるの。で、ここによって病名の分類が変わるの。で、これを総合して自閉症スペクトラムっていうの。で、その大きな枠、自閉症スペクトラムっていうのは、要はアスペルガー症候群とか含まれてる病気なんで、さらに広域になると広汎性発達障害っていう枠があるの。学習障害と ADHD って。俺は2つ合わさってて、ADHD と、昔言うアスペルガー症候群が重なってる状態の。で、俺はどちらかっていうと ADHD が強いの。適当なことは言ってませんよ。統合失調症だね。要は心にプレッシャーがかかりすぎてたんでしょ。毎日配信やって睡眠もとってなくて。精神病が悪化しちゃったら疲れが溜まって。ああ、相手もありがとう。相手もありがとうございます。あ、これボンかな、この投げ方は。だから、そんなこと言ったらじゃないんだって。勉強もしてない。知らないで反論をすることを恥じろよ。あ、違うか。ごめんなさい。知らないで反論するっていうことがどれだけ愚かか。俺は自分でちゃんと調べたことを伝えてるのね。で、それを自分が知らないからって嘘だとか、自分が知らないからって噛みついたり、自分が知らないからって反論をするのってダメだよ。調べてから言いなさいよ。調べてから。曖昧性がないからね、アスペルガー症候群の世界には。曖昧性、ニュアンスがないの。要は発達障害っていう中に、学習障害、注意欠陥、多動性障害で、自閉症スペクトラムの3つがあるの。だから発達障害って言っても大きな区分なのよ。大きな区分。アスペルガーはね、簡単に言うと見つかりづらいね。変人、昔で言う奇人変人だね。アスペルガー症候群とか ADHD の検査っていうのは、町の心療内科にまず通って、発達障害の疑いがあった場合、大学病院に行かされるの。1年とか半年とか経って、あ、この人発達障害っぽいなっていう医者が判断をするじゃん。
原因不明の精神病だったから。難しいのね、判断っていうのが。なんでかっていうと、知能指数に問題はないから。で、幻覚とか幻聴とかも聞こえない人が多いから。要は性格異常で昔は片付けられてた。で、そこで発達障害の疑いが出た瞬間に大学病院に行って、大学病院でコンピューターとウェイス3っていうテストを受けさせられるの。で、そこで2人の医者っていうか、こっちの大学病院はもっと医者いるんだけど、2つの病院で発達障害だっていう認定をして初めて発達障害になる。これをセカンドオピニオン制度っていうのね。そう、セカンドオピニオン制度だから、それでそこまで検査をして発達障害だって言われてるのに、いや発達障害なんてない、私は病気じゃないって言うならあなたの考えだから、僕は知りません。それは僕はあくまでその医学的な話をしてるんですよ。比較的高い人もいる。高い、そこはあんまり関係ない。そこは誤解されたらダメ。発達障害でうまくいった人もいるけど、少数だよ。なんで病名がついてるかっていうと、うまくいかない人の方が多いからの。で、アスペルガー症候群イコール天才ではないっていうのは注意深く言わないといけない。俺は生活保護受給者ではないですね。七原くんは ADHD だね。典型的な ADHD。ADHD っていうのは注意欠陥多動性障害で、動きが多かったりとか、はっはっって意識が突いたり、発狂したり、急にわーってなったりとか、要は落ち着きのない子っていなかった。学校で急に席立っちゃって廊下うろうろしたりする子いなかった。クラスメイトに、学年に一人ぐらいいると思うんだよね。ずーっと貧乏ゆすりしたり揺れてたりとか、目がキョドってたりとか、頭は知能は普通なのに行動がちょっと変な子っていなかった。あれが注意欠陥多動性障害だね。ユータンはアル中、あれが注意欠陥多動性障害。注意欠陥多動性障害ね。ホリエモンはアスペルガー症候群っていうか合理主義だね。プログラマーちょっとアスペ入ってるかなぐらいで、間違いなく天才だからね。東大入ってるぐらいだからね。シンゴさんは発達障害じゃなくて知的障害じゃないのかな。軽い、ギリギリ健常者ぐらいの知的障害だと思うね。うん、チック症はね、また別なんだよね。チックはストレスで発症するから。関田総動の生徒はいなかったか。だいたいね、 ADHD100 人に1人ぐらいの割合出てくるんだよね。うん、いや友達いるかいないかはまた別。アスベでも友達いるやつはいるから。個人事業主とか社長がいいかもしんないよね。まあ多分必然的にそうなるんだ。俺は ADHD が強いの。元に持ってるのは ADHD の病名が強いのね。で、アスペルガー症候群も中度っていうのかな。軽度、中度、重度っていうのがあって、中度ぐらいの。だけど、俺が厄介なところは、ブラインドっていう現象があって、その、俺27歳で、病名が発覚したのね。で、27年間のうちに勝手に対応してるっていうケース。要は、病名に気づいてないけれども勝手に順応しちゃって ADHD の方が隠れたの。要は元に持ってるんだけども隠れてしまってるのね。隠しちゃってんの、その変だっていう自覚で。でアスペルガーの方が残ってるとか見えやすいっていうか、要は曖昧なニュアンスの文面が読み取れなかったりとか、こだわりが強かったりとか、あとそのなんつうのかな、要は曖昧なものを理解できなかったりとかっていうのが強く残ってて、そこで社会との折り合いがうまくつかないことが多いね。うん、コミュ障は別。うん、サイコパスはまた別の概念なのね。でサイコパスはね、どちらかっていうと病気ではないの。サイコパスは性質に近いね。
でもサイコパスは絶対に必要な。それは今度話すよ。ちょっと時間がないからあれだけど。話のプロ。じゃあごめんなさい。僕そろそろ予定があるんで、そろそろおいとまします。皆さんありがとうございました。楽しかったです。それじゃあ皆さんお疲れ様です。おつです。また見に来てください。Stand by me.